女優、有村架純、30、が24日放送の NHK、ドスタ、土曜午1、50、に出演。家康、松本潤、の妻、瀬名役で出演している NHK 大河ドラマ、どうする家康、日曜午8、0、の未公開シーンの裏話を披露した。その未公開シーンは、第20回、岡崎クーデター、5月28日放送、からたびたび書かれている瀬名と武田方の巫女、千代、古川琴音、が対峙、するシーン。番組では特別に未公開となった場面が放送され、千代が瀬名の、手相を占い、そろそろ手を切ることをお考えになっては徳川家康様と、総手の総に出ております、と語りかける一幕が流れた。有村も古川も、すごく印象に残ってるシーン、だと言うが、有村は、なんでカットにされたのかはわからない、とトロ。なぜ印象的なシーン、となったのかについては、リハーサルの時に、私の手相ってすごい薄くて、細かいシワがいっぱいあるんですよ。パッと琴音ちゃんの手を見たら、手のシワとか薄さが全く一緒で。それがその時すっごくおかしくて、箸が転がるだけでも面白いみたいな、つぼっちゃったんですよ。本番ギリギリまで笑っちゃって、笑いをこらえるのに必死でした、と説明し、舞台裏を振り返っていた。